鈴蘭湖は、長野県東地区間郡、尾み村清高原にある人造湖。西高原総合開発事業の中で、水源確保のため、信濃川水系宮川に建設された、大沼ダムによって形成されるダム湖である。生山高原県立公園内。1960年代初め、生山を主砲とする西高原を一大観光地とする、開発事業が着手された。 この聖光源総合開発事業とは、自然湖である聖湖のレジャー開発を中心に、周辺の緑豊かな山林に別荘地の開発、分譲を行うものである。事業の成功に向けての足がかりとして、まず推進されたのが、水源の確保。高原の深い谷川をダムでせき止め、そこに水を蓄えておくことを計画した。1963年7月22日、 飛行式が挙行され、同月24日着工。ダム本体工事では、長野県下で初めて、ハイドロックカーテングラウトという工法が、ダムの漏水防止に効果的であるとして採用された。工事は1964年5月25日に完成。総工費は2576万円。同年七月十八日に、湖畔で催された竣工式には、同日が、 成功原ホテル竣工式であったこともあり、当時の長野県知事をはじめ多くの来賓が出席したという。ダム建設に合わせ、村民からダム湖の名称を募集したところ、95点の応募が寄せられた。委員会による選考の結果、ダム湖の名はスズラン湖に決定した。スズラン湖の水は灌溉用水や浄水道用水として利用されている。長野自動車道、 おインターチェンジから西高原に向かって、国道403号を北上、西湖手前にて左折し西へと進むと、スズランに至る。湖を形成するダムの天場は、舗装道路となっており、これを過ぎて間もなくの広場には、ダム諸元などが記載された、案内板が設置されている。なお、スズランでの遊泳や釣りは禁止されている。また、付近には、屋西水場小園がある。 1984年頃から水場蕉の苗を植え始め、十数年の歳月をかけて、やっと現在の規模となったのだという。スズランの完成後、宮川下流では、大型砂防ダムの大沢ダムが建設され、1971年に完成。その大沢ダムを沈める形で、北山ダムが2000年に完成している、大沼ダムに関するカテゴリー、 ありがとうございます。